どうも皆さんこんにちは。東京は女の市長がいるんです私は全く市民運動から誕生した市長で、実は静岡も何度も呼んでいただいてるんですね。沼津は本当にもう 何度言ったかわからないぐらい呼んでいただいてますが、今日のことと重なるのは、要するに市民自治が発揮できたか街かどうかっていうのが、私が誕生したかどうかはやっぱり瀬戸際だったんですよ。マンション問題で有名になりましたけれども、高いマンションができるので、それをまあ住民が反対して、実は私を誕生させたんですね。で裁判いくつもやって、裁判では今までの判断になかった法的に保護すべき景観利益という言葉を生み出した住民のすごい戦いがありまして、その時の市長だったわけですけれども、今日の皆さんがやろうとなさってることは全くそれと同じだという話を一つはしたいと思います。それで事務的な問題はちょっと後において、そのやる意味、なんでこの住民投票やるのかっていう基本的な話からやっぱりした方がいいかなと思います。で今までその原発の事故以後、ご存知のように大阪市でやり、そして東京都でやりました。で大阪市でやったのは、橋本さんが大阪市長になるっていう手を挙げた直後かなにやって、橋本さんが市長になればなんとかできるんじゃないかっていう思いもあって、実はやったんですが、議会では否決をいたしました。で東京都は人口のレベルが全然違うでしょ。ここは県で360ですよね。有権者で東京都は1000万ですから、法定数で21万は集めなきゃいけないんですよね。でそれはもうピンからキリありますから、とっても多摩地域、私の住んでる多摩地域と区部って分かれるんですけれども、区部はちょっとやっぱり鈍いんですよね。で多摩地域は運動がすごい盛んなんで結構取れるだろうって予測はあるんですけど、平均して結構ものすごい頑張らないと大変だっていう状況の中で、しかも12月の8日からかな始めて2ヶ月間ですから、本当にお正月みんなが休むお正月挟んで一番寒い時期にやったんですよ。もう季節的には最悪でしたね。私もこれでも痩せましたから、とにかく毎日毎日街頭に立って、私は請求代表人っていうものになってましたから、どこでもオールマイティ取れるんですね、請求代表人だからとにかく毎日出ていかなきゃいけないというので、合間寒風の中、雪が降る中やるということで、よく頑張ったと思います。結果34万6千ぐらいかな集めましたから、で有効数がちょっともらってきたんですけれども、やっぱり署名がきちんとルールにのっとってやってないとそれは無効になりますので、それが有効数が32万ですからね、11万ぐらいは上回りました。でとにかくみんなが変わっていったっていうのがとっても大事だと思います。それは最初は半信半疑とかね、取れないんじゃないかとか、マスコミの論調も無理だみたいなね、途中ではひどかったんですよ。あんまり報道してくれないし、だから知られてない中で初めて見て、若い人たちがもうとにかく頑張ったんですけれども、だんだん知られるようになってきて、そんなのやってんだったらやるわよっていう人が次々出てきて、最終的にバッと上がっていったんですけど、大体住民投票直接請求運動っていうのはそういうものです。で今日私はなぜ基本的な話をしたいかっていうと、実はこの原発に関しては静岡は結構浜岡っていう現実的な話があるので、もう原発は何とかしなきゃっていう思いは割と身近な問題としてあると思うんです。で東京は古いこと、実は原発の運動は本当に長い積み上げがあるんですね。チェルノブイリ以降、私も地域でグループ作ったりしてやってましたけれども、で長いこと根強い運動があったにもかかわらず、古くから運動をやってきた人がどうもね、いろいろね協力しなかったんですよ。多分いろんな意味で協力をしない理屈がいっぱい出てくると思うので、その時に皆さんが自信を持ってやっぱりこれやんなきゃいけないって思っていただきたいんです。ですからその話から少しさせていただきたいと思います。で皆さんの若い人はご存じないかもしれない、宮沢君も知らないかもしれないけれども、この直接的運動で本当に有名なのが2つ皆さんの記憶にあると思うんですが、一つは牧町、覚えてらっしゃいませんかね。新潟県の小さな町です。もう今合併しちゃいましたからないんですけれども、牧町というところで原発の誘致をめぐって、住民の激しい運動があって、結局は直接請求運動をやったり自主投票をやったりして、住民投票でノーを結果出して、最終的にはその建設予定地、村が持ってた公有地があったんですが、それを住民がお金を出し合ったんですね。1500万みんな出し合って買い取るということで、実は追い出したっていうね、これはものすごい有名になりました。で、小さな本当に言ってみるとね、申し訳ないけど田舎の町ですよ。信号も1個か2個しかないんじゃないかっていうぐらいのね、小さな町です。その中で彼らがなぜそうやって頑張ったか。最初は議会が認めないから自主的に自主投票やったんですけど、簡単に自主投票っていうけれどもお金かかるんですよね、こういう運動っていうのは。自主投票って投票箱を作ったりとかいろいろ印刷もいるし、でもみんなでお金出し合って自主投票やって、で市長選をやるぞということで市長選も取り組んで、議会がじゃあ条例は作ろうということで条例を、とんでもない条例を作って、とにかくそれでもやって。圧勝してみたいな、こういうすごい長い時間を頑張ってやったという例が日本にはあります。それでやっぱ跳ねのけたっていう例があるんですね。で私行ってその中止になった人に聞きました。実は酒屋さんで経営してる方で、酒屋さんっていうと地元で保守ですよね、私たちから見ると全くの保守系の方です。でなぜでも中止になってこんなこと考えたんですかって言ったら、要するに孫たちのこと考えれば黙って見てちゃいけないんじゃないかって、大人の責任だろって、その時何がやれるかって一生懸命考えて、どうも議会がダメなんで自分たちでやれることって言って、住民投票っていう方法があるよっていうのを弁護士をしてたお婿さんだったか誰かに聞いて、じゃあそれを勉強してみんなでやろうっていうのを実施して、結局は最初はみんな半信半疑だったけれども、だんだんこうみんなで勉強するたびにものすごい勢いがついてきて勝ったんだよっていうふうに、単純なんです。子どものために一点でみんな頑張れた。でもう一つは吉野川の河口堰の住民投票がありました。覚えてらっしゃいますか。徳島県の河口堰を作る作らないをめぐって住民投票をやったって、これもすざましい戦いがあって、あれは市長か知事かも変えちゃった結果的にはね。映像として覚えてらっしゃるのは、寒い中を道路の車に向かって大きな看板を「投票に行こう」っていう看板を持ってずっと立ち続ける映像覚えてませんか。もう時はすごい評判になりました。投票に行こうってそれだけですよ。でそれは住民投票の条例を作ったんですけども、その条例の中に過半数に達しなかったらそれは開かないとかもう無効にするっていうのが入ってたんで、 50% を切る運動があった。反対運動が投票に行くなという運動が逆キャンペーンがあったんで、住民の意思をみんなでちゃんと示しましょう、投票に行きましょう。でこの住民投票っていうのは賛成の人も反対の人も自分の意思を表明しましょうっていう運動ですから、反対の人がその住民投票やらせないっていう人が投票に行くなっていうのは非常にずるいっていうか、民主主義を全く否定する運動なんですけれども、結構効くんですよね。ダメだぞって言っちゃいけないよ。だからこの皆さんが今やろうとしてるその住民投票っていうことも、言っちゃいけないのキャンペーンがかなりあると思います。でなぜでも住民が意思を明らかにすることが大事なのかっていう、やっぱそこをやっぱり皆さんが考えていただきたいんです。ここに来てらっしゃる方はほとんど原発止めたいって思いの方だと思うんですね。でこんな状況なのになぜ、みんなは黙ってるのって作りたいのっていう議論をやっぱすることがとても大事なことなんで、この運動をそのように使っていただきたいんですよ。で普通の署名とこのそうだ、直接請求運動っていうのは初めての方はどのぐらいいらっしゃいますか。もうほとんどなんですね。なんかこちらでは他にはやったことあるというお話を伺いましたけど、国立はこの都民投票で直接請求運動は国立市の中では5回目だったんですよ。すごい。だから自治がすごい、それだけ自治がすごい町なんです。で4回目3回目の直接請求運動をやって議会が簡単に否決で市長が反対したから私が誕生したんですよ。頭に来た人たちがなんだってこれだけ苦労して法定数の7倍集めましたからね、あの時はね。それでも無視する議会とか市長はもういらないっていうことで、実はみんなが私を誕生させたっていうことは、この直接請求運動はこれでとどまらない運動につながっていくっていう意味でとても大きいんだと思います。で普通の署名は法律上担保されてないって、要するに署名を 1,000 万集めたからってそれを保証されてないんですね。心情的には圧力になりますよ、もちろん。だけど法律上保証されてない、いくら集めても。だけどこの直接請求運動を皆さんがやるっていうのは今回2段階やるんですよ。まずはこの皆さんがやる運動がすぐに住民投票につながらないというのは、住民投票国民投票の法律がまだ日本にはありませんから、まずはルールを作らなきゃいけないんです、有効にするために。だから地域ルールなんです。地域ルールを作らなきゃいけない。でそのために条例を作るという、条例制定のための皆さんの今回は運動です。住民投票をやります、県民投票をやりますという地域ルールを作る直接請求っていうのが今回の運動で、それが議会で県議会で認められれば県民投票に行くんです。2段階です。でなぜそれが認められるかっていうと、実は地方自治法上、地域ルール条例の基本的にはですね、法律って作るのは国会でしか作れないんですよ。国の法律はね、国会でしか作れない。だけど地域の条例とかは議員も提案できるし、それは皆さんの代表だから議員からも提案できるし、市長がもちろん提案権があります。で決めるのは議会です。決定権は議会だから、それともう一つあるのが、実は直接請求で条例制定を求めるって、これが地方自治法上認められている唯一の市民に与えられた立法権なんです。国会はできません。国会は憲法改正しか国民からは提案じゃなくて決定はできないんですね。だけど地域の条例と県の条例、それから市の条例も皆さんが自分たちで発案をして皆さんが提案する権利っていうのがこの直接請求条例制定のための直接請求運動です。で条例制定と条例改正と両方請求することができます。で法律上それは担保されるんですね。どういうふうに担保されるかっていうと、それを有権者の50分の1、有権者ですから普通の署名ではありません。誰でもいいよっていう、子供からおじいちゃんまで全部誰でもいいから書いてっていうのが普通の署名ですけれども、これは有権者ですから選挙権を持った人しか署名できないんです。だから選挙管理委員会に届けなきゃいけないんです。選挙管理委員会が全部本当にこの人ってこの町の有権者かなっていうことを点検をして、それで OK になって初めて署名が有効になりますから、とても厳しいルールがあって、だからその署名は重いんですよ。保証されている。で皆さんが条例、今回の条例案もできてるんですよね。条例案を50分の1以上取れば、これ法定数と言いますけれども、以上出せば今度は知事に提出します。知事はそれを受け取って拒否できないんですね。で今度は議会に誰が提案するか、知事の名前で提案するんです。だから嫌でも知事は皆さんが署名をちゃんと集めれば、自分はもうこんな嫌だなって、条例嫌だなと思っても自分の名前で提案するんです。そこがちょっと小気味いいんですよ。東京は石原さんですもう全然バカにして、私たちのことはバカにして、こんなもんへって最初から言ってる人ですけど、彼はとっても憎たらしく思ってても石原都知事の名前で議会に提案するんです。それがとっても大きい。ただし賛成か反対の意見書を付すことができるというふうになってますから、私はこんなのはとんでもないと思ってるって意見はつけてもいいんですね。でそれで議会で決定するという、そういう段階になるんです。で私はだからいろんなね署名のやり方とか運動のやり方はあるんですけれども、やっぱり市民が持ってる、これは有権者に限られますけれども、自分たちの選挙権を持ってるっていう人たちがちゃんと自分の意思で署名をして集めて、それは有効になる、法的にとても担保された直接請求運動をやるっていうことが実はとても重要だと思ってるんですね。その時に署名をしてハンコも押さなきゃいけない。しかもそれを選管に出すと一応こう縦覧することができるんですよ。見ることができる。要するに誰が書いたのって見れるんですよね。だから明らかに私はもうこのことについてはこう思いますって意思表明をする、皆さんが明らかに自分の意思を表明するチャンスでもあるわけで、だから投票っていうと無記名投票だから誰が誰にいたかわからないけれども、意思を明確にしていく自分たちの一票がそれこそ議員を選ぶのと同じ効果を持つっていうふうに考えれば、皆さんが持ってるその主権者というね、主権者であることの意思をちゃんとこう使いこなすという意味でとっても重要なんですよ。だから国たちは5回もやりました。それは大変なことです。正直言って市だったら 1ヶ月間その署名活動ありませんから、普通の署名だったらエンドレスですよね。いつまででも集めればいい、期限がない。でも県だったら2ヶ月というか、あっという間ですよ。2ヶ月で2ヶ月という限られた中で皆さんが必死になって集めなきゃいけない。しかもそれは全部チェックが入って有効かどうかはチェックされるという厳しいものを何回も経験して乗り越えていくと、やっぱり自分たちに責任も発生してくるし、相手と議論をするっていうことを経験するから、やっぱり主権者としてものすごく目覚めていくんです。だから私はこれはとてもそういう国民主権ということでの皆さんがある意味で試される、自分たちも試しながらやるっていう重要な運動だと思うんです。で今日皆さんに配っていただきました資料があると思いますので、ちょっとご覧いただきますでしょうか。でね実はこの住民投票、県民投票に反対する人たちが、古い運動をやってきた人たちが多いっていうのの理由の一つにね、これは国民投票、憲法改正の国民投票につながるからダメだっていう人がいるんですよ。一時期安倍首相とかずっと安倍さんが特にひどかったけど、小泉安倍って続いた時に憲法改正をしようっていう動きがとっても盛んになって、国会の中でもその、憲法改正の手続きの法律を作るための審査会がずっと動いてました。で平和運動をやる人はもう憲法改正反対ということで、その後手続き法を作ることについてものすごく反対運動を続けた中でこの県民投票を原発に関してやって、次は国民投票っていう、言ってるもんですから、これが憲法改正につながっていくからね、絶対おかしいってやっちゃいけないっていう人がいるものですから、私は違うだろうっていうそれを跳ね返していただきたいために今日はちょっとお話をしたいと思ってます。で必ず憲法改正の話は必ず出てきます。いつの時代も憲法って改正していいっていうことになってますから、それ必ず出てくるんですよ。で外国に行くと憲法改正って当たり前ですから、日本だけ頑固に本当に誠実に守ってきてる国です。だから憲法改正しちゃいけないって話はちょっと変で、憲法改正していいよって、ただ私たちはこう思うっていうことを議論できるぐらいみんなが憲法を使ってるかなっていうところが問題なんですよ。多分憲法って守ろうって言うけど使おうってあんまり言わないと思うんですよね。憲法使ってないんじゃないのって、使ってもいないのに変えることもないでしょっていうこともあるんですよね。だから私は堂々と憲法は今守るべきっていう論陣を張るために、市長時代も憲法を使いこなしてきました。でそれは本当に使ってみれば使ってみるほど、ああ日本の憲法ってよくできてるって本当に思うんですね。だからこういうお話する時は必ず憲法から入ることにしてます。だから憲法ってそんな話からするのって思わないでいただきたい。その簡単に皆さん国民主権っていうけれどもどういうことなのか本当に分かって使って言ってるのかっていうとね、ずっと長いこと原発運動してきた人がそうじゃない言い方をすることを見て、ああ日本ってやっぱりちゃんと使いこなしてないし民主主義が本当に分かってない国だなっていうことを今回しみじみ思いましたから、やっぱり少し基本的な憲法の話から入りたいと思います。でなぜ国民主権かっていうことですね。国民主権っていうことは皆さんが決定する権利を持ってるっていうことですから。だから国会にしろ市議会にしろ県議会にしろ皆さんは代理人を送ってに過ぎないんですね、議員という。だから皆さんが選んで、だから主権者だから皆さんが選んで、そして議員を送ってるけれども、それ公約いろいろありますよ。公約いろいろあっておおむねこの人でいいかなって選んでるけれども、突然こういう去年のような大きな震災が起こって原発の事故が起こってっていうことまで想定して公約してないわけだから、なんか突発的にとか大きな問題が町に起こった時はその議員に対して皆さんが選んだ側として「どうすんのよこうしなさいよ」って言っていかなきゃいけないんですよね、主権者だから。だから今回そういうことなんです。で憲法ではそのことを何て言ってるかって、その資料の後ろの方にちょっと抜き書き抜粋がしてありますので2枚目をご覧ください。すいません、このレジュメはね、東京で話をした時のレジュメと私どっかに文章書いてくれって書いた時の文章ですが、今日のため用意したもんじゃないので民党票について書いてありますけど、すいませんちょっとそれを使ってます。で最初は憲法の全文が書いてある。憲法をあんまり読んだことない人多いと思うんですけれど、全文って見たことあります？あまり読まないですよね。平和運動やってる人はね結構使う場所なんですけれども、3行目を見てください。で政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に依存することを宣言し、この憲法を確定するって書いてあります。でさらっと今呼びましたけど、とても重大なことが書いてあります。それ戦争しないっていう宣言の話じゃないんですよ。これは政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しですから、政府っていうのは最近は分かってきましたけど、当時っていうかずっとしばらくの間ね、ずっと自民党のその政権が続いてきて、政府って揺るがないもんだってずっと思ってきたわけですよね。でやっぱりちょっと違うっていうのでコンクリートから人へって言った民主党にみんながすっとこう政府を変えた。だから政府っていうのは時々やっぱり大きな間違いをするんです。で最たるものが戦争だったわけですよ。だから戦争終わった後に政府があんなにひどい間違いをしたということを反省して何をしなきゃいけないかって気がついたのがここの部分で、ここに主権が国民に依存すること、それまで主権在民じゃありませんでしたから、主権者が国民なんだっていうことを宣言をしてこの憲法を制定するとありますから、この憲法は皆さんが主権者であることを宣言するためにさまざまなことが書いてある憲法だというふうに理解してください。だから主権者は政府が間違った時には変えなきゃいけないんですよね。間違ったどうしようって誰かが変えてくださいじゃなくて、主権者として今度は間違ったものを正す責任を持ってるということなんです。だから皆さんがやっぱり今度行動されることは、今グズグズして何も決められない政府に対して、私たちが主権者なんだからじゃあ私たちが決定をしていくよっていうことを実行されるわけなんです。でじゃあ何のためにそれはやるのでこれちょっと抜き書きするの忘れちゃったんですけれども、ここ実は92条憲法92条、これ第8章ということになってまして、憲法は第 10章まで分かれてるんですけど、第8章が地方自治っていう項目があるんですね。で地方自治っていう項目を章立てでわざわざ持ってる憲法は多分世界の中では日本だけじゃないかなって言われてるんですけれども、地方自治っていうのはものすごく重んじてるんですよ。で長寿地という中で第92条の中でこういうふうに書いてあります。地方の公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。要するに地方、ここで言うと市ですね、市という行政の組織とか運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。地方自治の本旨って何ですか。主権者は皆さんです。だから主権者の皆さんがどんな町にしたいのっていう意思を聞いて、で皆さんの意思に従って行政は町を運営するって、これが92条なんですよ。憲法でそういうふうに書いてある。だから地方自治っていう第8章をわざわざ設けてるのは、地方自治の本旨をいかに地域の中で発揮できるか、それをやりなさいっていうね。皆さんが主権者だから。で何のためにっていうと、皆さんが幸せになるためで、この地方自治っていうのは英語で言うとローカルガバメントっていうことになってるから、ガバメントです。単なる下請機関じゃなくて統治機関です。でそれを一番の権利を持ってるのは皆さんで、何のためにじゃあ今度原発のことやるのっていう時にそれは皆さん共通課題だと思うんですけれども、本当に原発続けて私たちは幸せでいられるの、生存権の問題です。これは今日もお見えの彼と松屋さんたちと一緒に福島に行ってきました。もう松屋さんたちは何度も何度も行かれましたけれど、私は2度一緒に行かせていただきました。割と事故が起こって早い段階と、8月頃でしたけれども、特にね、まあ、震災については歴史的に何度も何度も経験してますけれども、見事にみんな人間っていうのは立ち上がる力を、復興という力を持ってますけれども、原発問題に関しては直ちに影響はないかもしれない、政府が言った通りです。直ちにないかもしれないけれども、いつそれが影響が出るかどうかわからないっていう不安の中でずっと生きていかなきゃいけないっていうことで言えば、子どもにとって親にとってはまさに生存を犯されてるっていう、生存の本当にこう伸びやかに生きるって権利そのものをね奪われているような状況が本当に続いてるんですよね。で時間を追うたびに実はそれが深まってます。帰ってこいという人、それから早く逃げなさいって、どうして子供連れているのっていう人、その両方の狭間の中でみんなは本当にもうすごいストレスの中で、物を言えない状況が年を追うごとに、やっぱり月を追うごとに、時間を追うごとに深まっている。本当だったらそんなこと絶対気にしないで本当は人間は生きる権利があるはずなのに、原発が本当に一箇所壊れただけでそういう状況になってるっていうことは、私たちのみならず子どもたち未来に英語にも入っちゃいけない空間を作っちゃったわけですから、子どもたちに対して、長い未来に対して私たちは生存権そのものについて不安を与えるような状況を今作ってしまったっていうことを、どうする責任を取りますかって話だと思うんです。でこれは憲法にも書いてあるんですよ。でこれはちょっとまた載せ損なっちゃったんですけど、今の全文の裏の方で言えば11条、これ97条っていうところにも実はありまして、この11条はあれですけどね、ここに載せてないんで97条ちょっと読みます。同じような内容ですが、第10章っていうところにあるんですね。97条って基本的人権っていうのが書いてあります。でね、これ第10章って何かって、最高法規っていうところなんですよ。一番この憲法の中の一番大事なところって最高のところで、この11条と同じですが、この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。この11条に似たように書いてありますね。要するに基本的人権ということは永久に侵すことのできない権利というふうにして、未来の国民にも与えられる。で基本的人権っていうとバクとしてよく分かりませんけれども、噛み砕いて言えばその人一人一人が自分らしく生きる権利だと思うんです、私は。いろんなここにいらっしゃる方皆さん考え方が違いますし、生き方も違います、環境も違います。でも私はこう生きたいって、こんな風に生きたいんだっていう時に、それを皆さん権利として持ってるわけですね。ただ他人様に迷惑かけのことは公共の福祉として認められないから、それはダメなんですけれども、だから障害者がこの基本的人権考えた時に、その人らしくって対等に生きられるかって生きられないから、福祉って発想が出てくるわけですから、自分らしくって個人の尊重ってよく言いますね。これ13条だったかな。個人の尊重っていうところを考えた時に、基本的人権っていうのが一人一人に与えられた権利として本当に保障された世の中になってますかっていうのを検証しなきゃいけないんですよ、私たちが。でそれを考えた時に、原発の事故で子どもがずっと未来に不安を持ってるっていうことは、この基本的人権すら侵されてるっていうことですよね。平等じゃない。だから私たちはそれを使ってきたものとして、認めてしまってきたものとして、許してきたものとして、この子どもたち、未来の子どもたちの基本的人権を私たちがちゃんと取り戻してあげなきゃいけないっていう、私は運動なんだろうと、一つは生存権の運動だろうというふうに思っています。でその、12条を見ていただくと、しかしそう言っても自由とか権利っていうのは必ずしも時代を経て一定ではありません。権利っていうのは時代を経てどんどん変わります。で今知る権利ってと当たり前みたいに皆さん言いますけど、公開をしろだとか、私たちは知る権利があるというので、公開保護法もできましたし、条例もあると思いますけれども、これは昔は認められてなかったんですね。で憲法上争ってやっと今は権利として法律で認められるようになった。だからここに書いてあることは、国民に保障する自由権利は国民の普段の努力によってこれを保持するって書いてあるんですよ。だから皆さんが努力をしない限り、権利っていうのは来ない、与えられるものではなくて獲得するものだ。だから憲法上書いてないからね、今憲法改正論者で書いてないから加憲をするって付け加えるんだって言いますけれども、そんなこと言ってたら全部憲法に書き込まなきゃいけなくなる。私たちらしく自分で基本的人権を保障するために、これも権利じゃないのって、あれも権利じゃないのって議論をして法律を作ればいいんですよ。だから今度の住民投票も実は法律上、憲法上保障まだないですけれども、諮問型っていうことになってて、参考にしてください、尊重にしてくださいっていう形の実は住民投票なんですけれども、法律にないからとか憲法にないからやっちゃいけないんじゃなくて、どう私たちがその保障するための地域ルールを作るかっていうことがとっても大事で、普段の努力が今回皆さんに課せられたことだと思います。まさにその原発についてはまだいるんですよ、推進派がね。本当に私は信じられないんだけれど、いるんですよね、これが。もうだから経団連の巻き返しもさまざまにやってくるし、本当に住民とこの直接請求運動をやりながら、結構男の人が多いんですけれどもね、経済出すんだとか言ってるけど、経済だって破綻したじゃないって、原発事故でって思うけど、本当に。本当にまだいるから、その人たちに対してね、言う時にやっぱり私たちはきちんといつもやっぱりそう言い続けなきゃいけないし、これで投票が終わったら終わりじゃなくって、やっぱり気が付いたことをやり続けて初めて自分たちの権利として本当の意味で法律化できるっていうね、そこの出発だっていうふうに考えていただいた方がいいと思うんです。ということで、基本的なそう私たちがやらなきゃいけないっていうことの話なんですが、だから国民投票が今度この住民投票、県民投票が憲法改正につながるっていう人たちに対しては、そうじゃなくって、私たちは一つ一つの問題に対してね、やっぱり責任と、それをきちんと意見表明して決定する権利があるわけだから、それをやるための投票なんであって、そんな憲法変えるとか今の段階はね、将来的には議論をにすべきだと思いますけれども、それをなんていうの、やっちゃいけないっていうことは民主主義を本当に邪魔する行為ではないかなというふうに思いますので、これは憲法改正ではなくて、私たちの国民主権者としての当然の権利なんだ。で私たちは子どものことを考えて、この原発問題は自分たちが責任持って未来のことのための保障するための一つの行為にしか過ぎないんだって当然やるべきだっていうふうにぜひ返していただきたいなっていうふうに思います。でそれとねこの皆さんの資料の中にあるのはいくつかいろんな言い方があったんで、ちょっと今度やるときにそういう話が出ると思いますのでちょっと覚えておいていただきたいんですが、住民投票をして県民投票をして、もし推進派が多かったらどうするのってこれはよく言われます。不安だと。確かに投票して開けてみたら、あら結構賛成派が多かったんだっていうのあるかもしれないです。だから頑張るんです。負けてられないから。だって今までね、署名今1000万署名がありますよね。1000万署名が今までどんなに署名活動したか、どんなに集会やったか、東京ではもうしょっちゅうやってます。集会今でも私もしょっちゅう行きます。でもチェルノブイリ後、広瀬隆史が講師で来ると 1,000 人集まるぐらいすごかったんですよ。あの時は盛り上がりが。でもスーッといつの間にか消えて、最近また広瀬さん頑張ってますけれどもこの前もあったらもう喋らせてっていうぐらい止まらないぐらい本当に元気になってますけれども、あの頃本当にみんな必死になって、だって静岡もお茶からね、あの時も出たんです。チェルノブイリの時も私は生活クラブって生協やってましたから、独自基準作って実は静岡のお茶を一緒に取り組んでたんですけど、生産者と話し合って実は売るのをやめたんです。生産者も納得の上で。少しでも出たらやっぱり飲ませるわけにいかないって生産者が言ってくれたんです。だからそれを一部処分しましたけれども、一部は汚染茶、汚染されたお茶、ちょっと文字ってね、汚染茶っていう缶詰にしたんです。放射のマークを入れて、黄色に黒の三角のね。でそれをキャンペーンに使いました。封じ込めましたって、汚染茶ですって言って、私たちは飲めませんというので、だから原発は認められませんってキャンペーンに使いました。でそれほどやっぱりあの頃私子供がまだちっちゃかったんで子供にどういうふうにそれを伝えようっていうことをね考えて、小さかったからもう大好きな牛乳なしに生きていけない子供2人いたんですけれども、子供たちだったんですけど、生協ですからもう定期的に来ちゃうんで止められないんですね。だから申し訳ないけど子どもたちに怖いからって牛乳飲ませられないのごめんねって言ってね、毎日ちょっと水汚しちゃったんですけど毎日目の前で捨て続けたんですよ。誰も食べられないの、私たちはいいけど子どもはダメなの、子どもを次の世代を産むかもしれない人たちを食べられないのって言ってね。で雨が降った時もやっぱり雨が今回も分かりましたね。すごい雨が、初期の雨が怖かったですね。あれでどっと東京は最初の雨でものすごい汚染されてたんです。気が付かなかった。だからその時も私子供に雨の中に含まれて放射能って来るから雨に濡れないように帰ろうって言ってバーって走って帰って、もうパフォーマンスなんですけどやったらね、小学校上がる前息子はそのぐらいだったと思うんですけれども色がついてたら避けて通れるのにねってプッと言ったので、あこの子たちは賢いと思ってそうなの、匂いも色もないからね分からないでしょって、これが怖いのよって、いつの間にか入ってくるからって放射能ってとっても怖いのっていう話をねしてたんです。難しい話一切しないで。で今35と31なんですけど、事故があった後すぐメール打ちましたどうってだから、ご心配なく教育が行き届いてるから全部自分でやってますって、もう逆に私情報ガンガンくれるぐらいすごい情報取ってますけれども、だから本当にこう何ていうのかしら、自分たちがずっと運動をやってきました。私も。で本当に頑張ってきて、古くからやってきた人たちは本当に下火になってもすごく運動を頑張ってきました。だからものすごい知識も持ってます。だけど負けたらどうすんのって言い方はないでしょと思うんですよ。負け続けたんです。私たちは運動で止められなかったんです。裁判もやりいろんなことやりました。でも止められなかったんです。それほど国民的な世論にできなかった、残念ながら。でまたこの事故を起こしてしまった。だからそういう意味では今を置いてないでしょっ自分たちが被害者にもなって、ある意味ではユーザーであるということで加害者ですから、特に東京都は今回なんか株が下がって、株主としては東京都が第1位にのし上がっちゃったんですね、東電の。だから私たちの税金使って大株主なんですよ、東京都は。だから株主でもある都民、ユーザーでもある都民ということで二重の加害者になっちゃったんですね。だからそれは私たちが当事者として、被害者でもあるけれども当事者として決定権を持つ、これは当然のことなんですね。だから今まで止められなかったから、私たちは今こそ止めなきゃいけない。で、負けたらどうするんじゃなくて、勝たなくてどうする。今勝たなければずっと勝てない。だから勝たなかったらどうするじゃなくて、頑張ってみんなで多数取りましょうよ、これが運動だと思います。負けるといけないからやんないわね。結局皆さんも始めるわけですから、足引っ張ることになるんですよ。もう私随分喧嘩しました。古くからやってる仲間にたくさん出会うんです。世界、脱原発世界会議っていうのが、横浜で1月14、15で33カ国集まって、ものすごい12000人ぐらい集まって、ものすごく大きなイベントがありました。昔から運動やってる大勢の仲間がいました。もう大喧嘩ですよ。協力しないって言うんですもん。じゃああなたたち、私たちがこれ失敗したあなたたちのせいよって言ったら、いや邪魔はしない。だけど最後にはね、かなり協力してくれました。やっぱり思ってることは同じですから。そういうふうな言い方をして、だから反対する人もいますけれども、同じ思いでしょ、やれること全てやってみましょうよって言ってください。みんながここで協力しなければ、本当に法定数取らなかったらほら見ろって言われるんですから。同じ思いなのに、その運動をね、ずっと古くからやってる人の悪い癖です。会派が先に入ってるからとか、人がいるからとか、この団体があるから嫌だって言うんですよね。だから手を結ばないんですよ、なかなか。いいじゃないですか、どうだってそんなこと。もうそんな些細なことで喧嘩するから失敗するんです、いつも。で、国たちは市長選挙失敗しました。私の後継者が一期頑張ってやってくれたんです。重機ネットも切断も継続してやってくれて、本当に頑張ってやってくれたんですけど、今回負けたんです。なぜ負けたかって、分裂しちゃったから。分裂で共産党が独自候補を出しちゃったから。それも些細なことで、私に言わせればそんなこと些細な政策だと思うんです。一つの事業をめぐってね、一番大事な市民自治を今回失いました。だから分裂したために、やっと頑張って国たちはモデルケースだと言われて、本当にみんなが注目してた町だったのに、些細なことで分裂してる場合じゃないでしょって。今は正念場ですよ。本当に原発再稼働したくてしょうがないわけですから。だから東京が法定数超えたっていうのは、たとえ石原知事がね、反対意見書を付して、議会がどうするか、今ものすごく瀬戸際ですけれども、たとえ否決されても、それは世論としてはものすごく大きいですから、怖いはずですよ、向こうは。議会は勝手に否決だけれども、県民の意思はこうだって堂々と私たちは言えるほどの数取りましたから。だから負けたらどうする、跳ね返していただきたいんです。負けないように頑張ろうって、今頑張らないと私たちは先がないよって言って、頑張っていただきたいんです。なんか敦賀原発の活断層が見つかったって今大騒ぎしてますけど、今までずっと言ってきたんですよね、あれ活断層があるよって。で、日本あちらこちらに活断層があるから原発つけれないでしょっていうのは、本当に党の昔から言って、裁判もやってきたのに負け続けてきたんです。で、今回は本気で言えるチャンスですよね、そういう意味で言えばね、浜岡だって。だからそういう意味でいろんな言い方をしてきます。1000万人署名の足を引っ張るまで言われました。こっちは1000万署名もやってます。両方やればいいでしょ。で、何を言ったっけ、それとね、事前に相談がなかったって、これもね、誰が言ったっていいじゃないと思いますよ。1000万署名だってね、事前に相談がありましたかってないでしょ。なんだっけ、大江さんが入ってんでしたっけ。要するに救助の会の推したるメンバーの人たちが中心にやりましょうって言ったから、みんなわっと集まったに過ぎなくって、それはたった一人の名もなき人が声を上げても構わないはずなんです。一緒にやることであれば。で東京ね結構ねこの 1,000 万署名のね足を引っ張るっていう人も結構多くってね、ちょっと私ね理解できなかった。それと事前に相談がなかったっていうんだってね、みんなに相談してからそれやれれば一番いいです。でも時間的それは本当にそういう根回しをしてさあせーのってやるっていうのは相当時間かかります。組織決定っていうのはえらい大変ですから。で実は私たちは生活クラブでチェルノブイリの後に食品安全条例を作るための直接請求運動っていうのを取り組んだんです。55万集めました。これは半端な数じゃありません。55万。でもこれは1年以上やっぱ根回しをしました。いろんな政教に声をかけて一緒にやりましょうね、時間をかけられたからあの時は。だから今事前が相談なくたって止めようという思いが同じだったら、それは言い出しっぺの人たちを中心にいろんな人でさあ私たちもやるしょっていうのが当たり前のことなのに、これをねまたね議員をやってでその熱心にそのこういう運動をやってきた人まで言い出したんで、民主主義ってあなたにとって何だったのかしらって本当に今それで私チェックしてます。分かってる人分かってない人っていうので。それでもね少し最後の方は変わってきたのはやっぱりマスコミの影響があるかもしれないんですよ。後半になってみんなの活動を少しずつ写真で載せてくれる新聞が出てき始めて、それで世論が少しこう動き始めたらそういう人たちも乗ってくるんですね。批判されたくないから。だからそれはもうあとは勢いになりましたけれども、だから皆さんはまずは国民主権であるっていう、国民主権っていうことは皆さんが決定権を持っているって、そもそも国のことであれその町のことであれ、でそれは皆さんが判断するときに生存権に関わる問題としてどう考えるかということで判断をしていただきたいと思ってます。で日本の政府は事故を起こした当事国でありながらいまだに1年以上経ってもぐずぐず言ってます。ドイツはイタリアが6月にはもっと国民投票やったんですよね。で推進派だった首相は推進派でしたけれども、もう新規計画もしないという結論を出しました。ドイツが私はすごかったと思います。で日本はいつもなんか専門家って怪しき専門家いっぱい集めていろいろ議論して結果なんかよくわからないままに同じ推進派がなんだかんだ言い訳を言ってるっていう状況がずっと続いてますけれども、ドイツの場合は倫理委員会で決めましたよね。倫理委員会の受けて、それで推進派だった首相が辞めますって決断をしたんですよね。倫理委員会の決断はやっぱり生きるっていうところに命の問題としてこれはやっぱり共存できないっていう結論でした。だからやっぱり私たちが自分たちで決定をするっていう時には生存権、基本的人権、まずは生きるっていうところに立った時にこの問題はどうなんだろうかっていうことの判断をする。で今回を皆さんがやるその、住民投票をやろうっていうことはその決定権を持つための私たちが今はないんですよね。議会にしか委ねられてない物事を決定するっていうのは議会にしかないものを自分たちの手で決定させてくれっていう条例を作るための請求権を行使することだということで言えば、まさに国民主権者として法律上認められたギリギリの権利を行使する運動なんです。だからただの署名とは全然違います、意味が。だから頑張りがいもあるし影響は大きい、もう極めて大きいと思ってください。